ザラシだらけと、スミオットセイとペンギンボーリングと、かわいいですね。乗せれた？イエーイ。こういう遊び方なのかな。はい、じゃあ輪投げしましょう。今日のガチャガチャはアザラシだらけとツミオットセイで遊びます。はい、じゃあ開けましょう。買ってすぐ遊べる飾って可愛い新ミニゲーム登場。あ、これ書いてありますね。3つあって可愛い、うん、これアザラシだね、うん、ただアザラシとなんか台だけがついてるんだね。ラインナップは4種類で、色違いが2パターンで計の8種類。イエーイ。こういう遊び方なのかな。あー、意外に難しい。難しいよ、そりゃ。ボーリングの透明バージョンですね。ボーリング、イエーイ。ボーリングだからボールが入ってる。ペンギンさん、かわいいですね、透明で。ペンギンさんボーリング。ラジオ体操みたいに並べればいいんじゃない。たまはこんな感じになってます。難しいよ、ね、まんまるじゃないね。難しい。はい、どうぞやってください。せーの。あー、一本。じゃ、でも2つ倒れてないよ。じゃあ次行こう。これかな。タコタコ輪投げ、透明バージョンですね。透明、飾りとしてね、飾っとくにはいいのかもしれないね。あー、かわいい。じゃあ輪投げしましょう。ピョンって投げて、くる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 、スポッってこんな感じで遊べるのかな、これ。はい、投げてください。ここか、どこでもいいんだよ。いくよ、じゃあパパ。ちっちゃ、ちっちゃ。おお、入った入った。すごい。ワンバウンドでいったね。あ、本当に新しいゲームですね。新ミニゲーム登場。それとあと、出たのがこのペンギンボーリングの、透明じゃないバージョン、普通のバージョンが、出ました。こうやって飾っておくにはすごく可愛いガチャガチャなんですけど、ちょっと遊ぶのにはね、物足りない気がします。200円でね、遊べるガチャガチャもたくさんあるもんね。だから これは飾っておく方のためのガチャガチャって考えればいいかもね。楽しかったね、うん、かな。今日のガチャガチャはアザラシだらけとツミオットセイで遊びました。ました。失敗感満載でお送りさせていただきました。それではまた。バイバーイ。バイバーイ。ボーリング、これは。あ、でも今気づいた。オットセイの顔がお面投げてる人に映ってる人がいる。